大バンクーヘンです。例えばですね、徳川氏発祥の地太田市観光案内図って書いてありますけども、今回はですね来たのはここです。世良田東照宮でございます。ここからですね世良田東照宮今から向かいたいと思います。では出発します。ちょっとですね、私も知らなかったですね。太田市が徳川氏の発祥の地だとは知らなかったです。ちょっと勉強不足でした。徳川氏はですね、言わずもがな、もう、征夷大将軍でですね、1601年でしたかね、征夷大将軍になったのは。ちょっと私もうろ覚えで大変恐縮なんですけども、あの大阪の陣がですね終わってから征夷大将軍を晴れて名乗ったという感じでですね勉強はしてますけども、征夷大将軍の後も確か徳川じゃないけど豊臣はいた気がしたんだよな。それで秀忠の時代に大阪夏の陣冬の陣で滅亡したというふうに覚えてますけども、どうでしたっけ。初詣って書いてありますね。でお酒さんがおっしゃってたですね、世良田八幡宮、つまり東照宮、失礼しました。東照宮ですね。ちょっと入ります。失礼します。ちょっとこう違うのかな？あった。向かってますね。明けましておめでとうございます。良い年でありますようお祈り申し上げます。世良田東照宮、国指定史跡って書いてありますね。ちょっとこっち先見ましょう。徳川氏発祥の地、世良田東照宮、三代将軍徳川家光により日光東照宮の元社殿や、宝物などを移築したもので徳川氏発祥の地の東照宮として知られています。拝殿、唐門、本殿、鉄なんとか宝物と宝物として立ちや、重要文化財に指定されていますと。今回はですね、ここですね。世良田東照宮でございます。はい。徳川氏発祥の地、足利かな？もしかしたら。ちょっと行きましょうかね。世良田東照宮です。これ、籠ですね。江戸時代の。江戸時代のカゴです。ここから顔出して写真を撮る人は撮ってください。私は撮りません。これすごい木、なんかすごい大事なのかな。木がすごい飾ってますね。未調な初めの式。
ちょっと一回門から入りますかね。門が結構大層な作りしてますんで、おお、これいいね。新田荘遺跡東照宮境内って書いてありますね。ちょっとこっちが正門みたいです。じゃあ行きまーす。番所、番所がありますね。ここ、こんな感じです。失礼します。葵の御紋、葵の御紋を大々的にピカーンと、水戸黄門だな、これやっぱり葵の御紋綺麗ですね。100円あげろ。初めてこんな気張っちゃ、こんな感じですね。ちょっとお祝いをしたいと思います。あのお参りですね。一旦ちょっと切らさせていただきます。はい、2杯2拍手1杯やってちょっとお参りしてきました。ちょっとぐるっと回りましょう。これなんかいろいろですね、あの何でしたっけ、飾ってあるものですね、お守りとかをあの納めるところですね。はい、これさっきのところですね。はい、ではですね、徳川家康のですね、徳川家の、この発祥の地と言われてですね、瀬良田東照宮からお送りしました。どうもありがとうございました。